こんばんは、小5の英語でございましたね。で今日からようやくと言いましょうか、まあ、文章を書いてみようっていうね、そんなところに入ってきましたですね。まあ、今まではね、単語ですとかっていうのがね、中心だったんですが、いよいよ文章をね、書いていく中段階に入ってまいりました。はい、そこで今日はどんな文章を書いたかっていうと、まあ、人を紹介しましてですね、まあ、こちらが誰々ですってね、いうような時の言い方、まあ、そんなのをね、紹介していきます。はい、では行きます。で、基本文としてはこんな、Yuka, this is Mike。そして、Mike, this is Yuka。ね、なんちゅうことでした。そして、Hi, Yuka。で、Hi, Mike.Nice to meet you. ね、こんな具合なんです。さあ、ではですね、じゃあそんなわけで、こちらは誰々ですというふうにね、人を紹介するとき、さあ、どう言っていったらいいかなっていうと、はい、このね、This is なんちゃらっていうふうに書いていくんですね。はい、で、この This って言葉に、まあ、こちらは、はい、で、Is なんちゅう言葉に、This なんていう意味がある。はい、そしてその後に人の名前ですね。今回はマイクでなんていう人の名前を書きました。はい、そこで、例えば、ユカ、This is Mike なんていうことで、ユカに対してです。お、ユカ、ユカ、あ、こちらはマイクです。まあ、またはこちらがマイクですね。まあ、とかがはどっちでもいいと思うんですが、はい、ユカ、This is Mike ね、ユカ、こちらはマイクです。ということで、お、ユカ、お、こいつマイクだよっていうふうに紹介したのね。そして逆に、マイク、This is Yuka ね、マイクに対して、お、マイク、こちらがね、ユカだよってね、いうことでやはり紹介したんです。ね、はい、ということでした。はい、そして、はい、ユカ。ね、はいなんていうのはね、こんにちは。ね、こんにちはなんていうことでね。まあ、簡単なね、まあ、ご挨拶なんだけれども、はい、ユカ。だから、こんにちは、ユカ。ね、と言ったから、はい、マイク。ね、こんにちは、マイク。なんていうことで、お互いに挨拶をし合ったわけですね。そして最後に、Nice to meet you. ね、なんていう風な文章を来まして、はい、それぞれのね、言葉には意味は確かにあるんだけれども、はい、この Nice to meet you 一続きで、はい、はじめまして、ね、なんて、はじめまして、ね、なんていうことで、初対面の挨拶とね、ということになりました。どうでしょう？ね、こちらは誰々ですというふうにね、紹介するときの言い方でした。This is なんとかね。今回はたまたま呼びかけと言って、ゆかに対して言ってるので、ゆかとかね、マイクって入ってるけど、別に絶対つけなくちゃいけないわけじゃなくて、もう This is なんとかと始めてもらっていいわけなんです。さあ、そこで文章をね、まあ、初めて、まあ一応書く段階になったということなんだけれども、文章を書くときの決まりみたいなものがありました。はい、まず最初はね、文の最初はね、大文字で書くんですね。はい、大文字、文の最初は大文字で書きます。つまりどういうことかっていうと、はい、ね、この文の最初、まあ、今回実はね、名前の最初って絶対大文字で書くんですよ。だから、まあ、ここのゆかの場合も大文字になってるんでね。だからちょっとわかりにくいんですが、例えばここで、はーいなんていう H が大文字になってる。はーい、H が大文字。Nice to meet you の N が大文字になってる。はい、ということで、文の最初は大文字で書き始めるという決まり。はい、そして、もう一つ、今度は、単語と単語の間ですね。はい、単語の間は、こう、ちょっと開けて書きます。単語はキュッとね、ちぼめて書くんですが、で、単語と単語の間は少しね、間を開けて書く。はい、それから最後、この、ピリオド。ね。はい、ピリオドという印をまあ打つということなんです。はい。ですので、このね、ピリオドを結構最初の頃はね、忘れてしまいます。ね、こう、例えば文章書いて、おお、やれやれ、書けたぜってね、安心しちゃって、このピリオドを忘れてしまうことが多いんですので、こいつしっかりピリオドまでがポチッとね、つけられるようにしてみてください。ということでございました。まあ、徐々にね、まあ、慣れていってもらえればいいかなと思うんですが、今日はね、こちらは誰々ですというふうに、人を紹介している言い方ですね。はい、こんなのをね、紹介していきました。はい、そして、名前はね、こう、最初、名前の最初は大文字で書くという決まりもありますよ、ということでした。Yuka, this is Mike. Mike, this is Yuka. Hi, Yuka. Hi, Mike. Nice to meet you. ね、Yuka, こちらはマイクです。マイク、こちらはゆかです。こんにちはゆか。こんにちはマイク。はじめまして。はい、そんな調子でございました。
で、あとはね、例えば自分の名前とかもそうなんだけど、ローマ字で書けるようにやらないといけないので、ローマ字の練習も、少ししましたわな、今日ね、プリント配りました。はい、それなんで、自分の名前はまず最低限ローマ字で書けるようにはね、しておきたいんですが、他のね、ものも書けるようにしていきましょうよ、ということでございました。今月もまだまだテストありません。来月、6月からテストやっていきますのでね、もう少しね、しっかりとこう単語等々ね、書けるように練習をしていきましょうよ、ということでございます。はい、では今日はこんなところでよろしいかな？ね、ではまた。